皆さん、こんにちは。今日は2023年6月18日日曜日です。今日のテーマは中国の失業率がものすごい悪化してきました。たくさんの若い子ですね、仕事がないんですよ。でも中国政府は発表しました。 台湾の若い子に仕事を与えましょう。中国には仕事ありますよと、台湾の青年を受け入れましょうと言ってるんですよ。そして、6月中旬ですが、ものすごい暑いんですね。北京の気温ですね。39度を超えて、北京の周辺ですね。40度を超えています。でも、中国の電気不足起きていません。 みんなエアコンをつけますので、電気の使用量は増えているんですが、でもですね、火力発電所の石炭価格はすごい安いんですよ。安くなっています。これはおかしいですね。なので、これについても話をしたいと思います。情報が多いですので、少しずつ話をしたいと思います。一つ、インドのモディ首相ですね。 6月22日、アメリカを訪問します。アメリカ政府は MQQB というものですね。無人飛行機の購入を早くしましょうと要求しました。しかし、インド側はあんまり積極的ではないんですね。インドと中国はですね、公共性のことで揉めています。でも、インド側の考えとしては、 無人飛行機まではいらないですね。この無人飛行機は海上監視用なんですよ。今回ですね、モディ首相はインドとアメリカの関係を格上げにしようと、戦略の付き合いにしましょうかと考えています。また、旅国は国防、グリーンエネルギー、 宇宙技術7など,などとそういう付き合いを強化しましょうという話もすると思いますがまたアメリカの弾薬装甲車戦車もそうですがインドで生産しましょうかという考えもあるんですよしかしですねインドは同盟しない国家であって非同盟運動を推進してきましたこれでアメリカの戦略の一員となるでしょうが、 注目をされています。次ですに、6月15日、人民解放軍の訓練する軍艦ですね。フィリピンに到着しました。6月18日まで滞在して訪問します。先にフィリピンの海軍と合流して、軍事演習して、マニラという港に泊まります。 中国の軍派の長官ですね。フィリピンの海軍司令官とフィリピンの国防省の官僚と会談する予定です。フィリピンはアメリカ、日本、オーストラリアと一緒に行動して、南シナ海を守る、あるいは台湾のことを守ると言ってるんですね。でも、中国との関係を維持しようともしますね。中国側は挑発します。 でも関係をある程度維持しようともしていますね。訪問はしていく。でも退治、退抗は続くでしょうかと思います。そして訪問中ですが、中国政府はフィリピンに2万トンの尿素を寄付しました。マルコス大統領は現地に行って、受け取って感謝するよと言いました。尿素はですね、フィリピンにとって重要な 肥料の原材料なんですね。必要の量の半分以上輸入に依存しています。34%はサウジからですね。24%は中国からですね。また、中国はフィリピンに51万アメリカドル分のお米を寄付しました。火山の問題でフィリピンの国民は水食料のですね、被害を受けています。 マルコス大統領は言いました。中国の寄付に感謝します。フィリピンと中国の関係は普通ではないんです。お互いは助け合う、付き合う、有効な会話をして、関係を良くしたいですと言いました。しかし、6月初め、マルコス大統領は言いました。アメリカと中国の対抗とか関係がなってくると、 我々は中立ですと言いました。しかしですね、そういうふうに言いながら、自分の軍事基地をですね、米軍に提供しています。次です、3。ニュージーランドとフィジーですね、国防防衛協定を作りました。両国の軍事訓練、海上の安全を守りましょうと。去年、中国はソロモン諸島と安全協定を作りました。 ソロモン諸島で軍事基地を作る可能性があります。南太平洋地域というのはオーストラリアの範囲内ですね。アメリカとオーストラリアはそれから警戒して外交活動をしてきました。フィジーの総理は言いました。フィジーの警察と中国の警察の付き合いを中心にすると考えています。 現在、オーストラリアとパパニューギニア、旅客は防衛について交渉しています。最近、アメリカがパパニューギニアと防衛協定という協定ですね。協力協定というものを作っています。パパニューギニアは港、空港ですね。米軍に提供します。パパニューギニアとオーストラリアはですね、 マナースラウンドっていう島になるんですが、この島にある軍事基地ですね、米軍にオープンしましょうと。アメリカ軍はこれらの施設を使ってもいいんです。軍艦はよって共有できます。そこから偵察もできます。ここで部隊を集結することもできます。そしてパラオの ウィップス大統領ですね、アメリカに向けて助けをですね、求めているんですよ。この数ヶ月間ですね、中国の船が自分の e と水域に侵入してきました。アメリカにこの領域でパトロールお願いしますと言いました。そして先月ですね、中国の船が偵察していたんですよ。海底ケーブルの状況を見ていたんですと言いました。 次です。4. 香港の IPO ですね。IPO とは新規上場株式について、これはですね、あんまり良くないんですよ。IPO 市場と言いますが、新しい会社が株式市場に上場します。本来であれば安く買えるんですよ。で、大体みんな、あの、抽選で買えるか買えないかですね。買って絶対儲かるっていうイメージですね。しかし今はダメです。 この方はですね、台湾のカシュさんですね、が運営する会社なんです。このカシュさんですね、シューさんの会社はですね、香港の IPO 市場で、まあ、株式市場に上場するためにお金を集めていたんですが、失敗しました。香港の株式市場ですね、IPO 市場は14年間のうちですね、7年間世界一でした。でも現在ですね、香港の IPO 市場は低迷です。 現在世界で第5位、まあ、なんですね。順番としては、中国、アメリカ、サウジ、インドネシアの次なんですね。今まで香港の IPO はとても人気ありました。ウォールストリート、ジャンルの報道ですが、国際投資家は香港に自信がないんですね。大手投資機構は香港の IPO 市場に触れないようになりました。 今年、上海の会社数社、深西の太陽光発電の会社もありますが、香港の IPO 市場に行ってお金を集めようとしたんですが、全部失敗で終わりました。原因はですね、中国の会社は香港の株式市場に上場したとしてもですね、大した収益はないんですよ。そしてリスクが大きいですね。 今までアメリカの株式市場に上場していたんですね。香港の IPO 市場に上場するのはですね、大陸の会社が多いんですね。そして中国の経済状況は良くなくて、経済回復していません。まだ中国政府と西洋側の関係が良くないんですね。まだ香港の株式市場も良くないんです。今年1月の下旬から、 ずーっと下落しています。結果ですね、香港というのはアジアの金融センターとしての機能はなくなってきます。少なくてもインドネシアに負けているんですよ。次です。後、中国の台湾交流事務所が発表しました。今年、中国大陸は台湾の青年に1200号の勤務先を提供します。 タイマ側はこれに対して発表しました。中国の経済が衰退しているし、回復していません。特に中国大陸の青年の失業率は上昇していますよ。1200個の勤務先を提供するのは中国の戦略ですね、と言いました。タイマの青年はよく考えて、大陸の経済状況を調べてくださいね、と言いました。 中古の16歳から24歳の出業率は20.8%なんですよ。これは5月でした。4月は20.4%でした。ちなみに16歳から24歳の学生さんは統計しません。農村部の方は統計しません。あくまでも都会の方ですね。しかし都会にいて宅配とかアルバイトをしていれば統計しません。 つまり中国の青年ですね。5人中に1人仕事がないんですね。ものすごいんですよ、実は。それなのに中国政府は台湾の若い子に仕事を与えようとします。当然ですが、勤務先は公務員ですね。あるいは中国の国営企業に来てもらうんですね。中国で に来てもらって、稼いでもらって、それから洗脳します。そして、台湾に向けて発言してもらうんですよ。つまり、利用していきますね。次です。6。アメリカ側の情報ですが、中国のピンドードっていう会社ですね。アプリですが、アメリカ版ですと、テムっていうものですね。アプリですが、このアプリで買って、中国から商品送ってくるんですよ。 スリッパサングラス、ならなど、そういう生活用品ありますね。しかし、送り先はですね、ウイグル地域なんですよ。一つの商品の値段は800アメリカドル以下ですね。アメリカの法律では、800ドル以下のものは税関はですね、厳しくは検査しないんですよ。 ウイグル地域にある使用場で作られている、つまり強制労働の可能性があります。対策方法としては、800ドル以下のものに検査しないっていう法律を変えましょうかと考えています。また、去年ですね、このような商品は6.85億個のものですね、中国からウイグル地域から送ってきました。 2018年より2.75億個増えていました。今年も増えるでしょうかと言われています。次です。7。6月16日、北京の最高気温ですね。39.4度です。これは北京市の中心部ですね。市内です。ただし、 中心部の方はですね、40度は超えていますよという話はあるんです。でも、ピキの周辺はですね、40度を超えました。気象局ですね、今年の夏、中国の各地ですね、例年より暑いです。まだ、最近暑いので、電気の需要は増えています。特に、南側ですね、市民と企業に節電しましょうかと政府が呼びかけています。 西側はですね、今、間発起きているんですよ。水力発電所はまだフル稼働はできていません。しかしですね、中国の電気の使用量は増えているんですよ。でも、火力発電所を使う石炭の価格は下落しています。5月末ですね、1トンにつき1000件ほどでした。今は、 6月16日の日付で1トンはですね、723件でした。これはあまりちょっとおかしいんですよね。天気が暑いです。エアコンつけます。電気の使用量は増えていきます。ここで電気の使用を制限にするとか、でもおかしいですね。石炭の価格は下落していくんですよ。あまり需要はないという意味ですね。 つまり、生活用の電気の需要は増えているんですね。でも、工場側の電気の使用量は減っているという意味ですね。あるいは営業用の電気ですね。石炭の生産量は増えたという情報がないんですよ。ベトナム側ですね、電力不足が起きていて、中国の厚生省ですね、ベトナムに電気を送っているんですよ。そこまで余裕あるんですよね。 ベトナムの工場はですね、電力不足で減産、あるいは休みなどで対応しているんですよ。しかしですね、多くの会社というのは中国系の会社なんですね。中国政府曰くベトナムとはですね、中国の生存業の延長ですね。ベトナムに電気を送るのは自分のためでもあるよと言っているんですよ。次です。8。 カナダ政府が発表しました。カナダとアジアインフラ投資銀行ですね。AIIB と言いますが、の関係を凍結します。これから見直ししますと言いました。原因はですね、AIIB、アジアインフラ投資銀行ですね。この組織は完全に中国政府にコントロールされているからですね。 カナダとしてはこれから調査まだ考えて AIIB から離脱することも考えていきます。中国とカナダの関係は悪化しているのは事実ですが、でもですね、AIIB にはカナダ人の高級管理者がいているんですよ。その人がですね、6月14日に辞任しました。15ヶ月間ですね、勤務してから辞任して、 発表しました。EIIB とは完全に中国政府のものですよと発表しました。中国政府は重要な職務に自分の党員を配置しました。そして EIIB の内部ですね、腐敗とかスパイがものすごい萬していて、ソ連の KGB と同じです。西洋側は参加しても利益はありません。 カナダは参加しているだけで、カナダのイメージはですね、国際的イメージは悪くなっていきますよと言いました。以前の動画で言ったことありますけれども、EIIB とは中国が主導を作ったものではありますので、シルクロードに資金を提供する銀行なんですね。シルクロードは工事をする。EIIB は資金を集めて提供するっていう狙いですね。 主にアジア諸国において、つまり中国政府の裏庭ですね、に資金を提供して、中国の企業がそこにいて建設していくんですね。a i i b はですね、106カ国組織が参加していて、オーストラリア、ロシア、イギリス、フランス、ならなど、そういう大国ですね、入っているんですよ。 でもですね、日本とアメリカだけ参加していません。すごいですよね、日本は。まあ、ドイツはですね、AIIP の4番目の大株主ですよ。アジア地域以下の国においては、一番の大株主ですね。当時、メルケル首相は習近平と仲良かったんですね。カナダは2018年に加入しました。なので、当時ですね、 日本の国内、あるいは外国で、日本もこの AIIB に参加しようと言った人はいると思いますので、参加しなくてよかったんですね、と言いたいですね。なので、当時ですね、そういう人のことを聞いていけば大変でしたね。次です。9。6月16日、オーストラリアの公開が発表しました。 国家の安全が大事という理由で、ロシアの大使館の設置に否定しました。内容はですね、首都であるキャンベラで、新しい大使館、ロシアの大使館をですね、ロシアは作ろうとしていました。しかし場所はですね、オーストラリアの国会からものすごい近いんですよ。国家の安全のために拒否しました。この場所は2008年。 ロシア政府として場所を借りて確保しました。2011年建設してもいいですよという許可を得たんですよ。でもですね、オーストラリア側はそれを拒否にしました。これでいいと思います。次です。10。アメリカ側の情報ですが、日本は現在調整していてですね、アメリカに砲弾ですね、提供しようかと考えています。 ウクラナ側ですね、毎月や約10万発の155砲弾を使っているんですよ。現在は反撃中であって、これからしばらくの間、もっと必要なんですね。アメリカは現在200万発以上の砲弾ですね、提供しました。アメリカは現在、同盟国に砲弾の提供を求めているんですよ。2018年、 日米、米国は砲弾の共有、契約があるんですね。日本はこれからアメリカに提供してアメリカはそれを受け取ってウクライナに送るか自分の倉庫に入れてアメリカが生産したものを送るかですねまだ分かりませんが韓国側はですね現在50万発のものを砲弾ですね米国に提供して米国はそれらを倉庫に入れて アメリカ製の砲弾を戦場に送っているんですよ。次です、11、CLB という非政府組織ですね、香港にある中国の労働環境を監視する組織ではありますが、この組織はですね、あくまで情報を収集する組織なんです。まずはですね、情報としては中国の経済は良くないんです。輸出も良くないんです。 タコさんの工場は倒産しました。今年1月から5月まで140回のストライキですね、起きていたんですよ。これはですね、中央の抗議でもありますので、やはり抗議は続いています。前回ですね、このような規模は2016年でした。1月から5月まで313回のストライキが起きていました。今回の ストライキの場所は、主に広東省、深圳、東岸、つまり南側ですね。製造業が中心であって、アパレル産業、靴とか、デジタル製品もありますね。抗議、あるいはストライキの原因としては、給料の不払いとか、減給が問題ですね。次です。12、中国である話が話題となっていますが、 6月13日、香港の政府はですね、2万人外国籍の労働者を受け入れますよと発表したんですよ。この話はですね、中国の大陸でものすごい話題となっていたんですね。みんなで香港に行こうよっていう話がものすごい出たんですね。友達を連れて行こうよとか言ってるんですよ。香港の政府はこれで慌てて説明しました。 1.2万人はですね、建設業、6,300人は空港の職員さんですね、そして1,700人は小型車の運転手さんですね、配達業ですが、まあ、中国では香港に行こう、行って稼ごうっていうのはですね、話はいっぱいあって、何をしなくても3万件次ですね、もらえたりとか、住み込みはできますよとか、あるいは香港はこれからやはり、 知識ある人はですね、出ていくわけですから、香港の労働者不足となって、サービスにですね、例えば、皿を洗う方々ですね、あるいは、そういう料理屋さんであの、まあ、サービスを提供する方ですね、そういう人もう要もあるでしょうし、みんなで行こうよっていう話はあったんですよね。まあ、香港の政府としては説明しました。まだ給料っていう待遇面は決まっていません。今は考え中ですね。 これに関して、香港の市民はあんまり嬉しくないんですよね。特に運転手さんはですね、中国からの労働者、運転手さんになってほしくないのが今の現状なんですね。やはり、中国と香港の交通事情が違いますので、そして、中国の運転手さんが怖いっていうふうに言われていますね。まあ、当然そうですね、交通事情も良くないし、 ルールは守りませんし、まあ、あの、やはり中央での構図ね、良くないですので、そういう文化があるわけですからダメですよねっていう話は結構あるんですよ。まあ、しかしですね、これで分かってほしいんですが、中央では本当に仕事がなくて困っているんですよ。なのに、台湾の政府はいたようにですね、中央政府は台湾の青年を呼びかけて来てもらって、 仕事を与えようとするんですよ。自分の国民のことを無視にするんですね。この関係で、まあ、中国の労働者ですね、すごい今は余っているんですよね。台湾に行きたいし、香港にも行きたいですし、これが今の中国の青年たちの、えー、状況ではあるというふうに思います。また中国の社会について話をしたいと思います。この動画はここまでにしたいと思います。 最後、犬ボタンをお願いいたします。ありがとうございました。